12時から開式なんです。忙しいんですよ。まあまあいつ入るか分かんないんであれなんですけど、一つ僕はお坊さんとしてやっているっていうこと、ちょっと弟ちょっとすいませんけど、こいつもお寺の子なんで僕の弟です。そうです、僕もそうです。死んだ後自分の地域が仲間が家族が笑顔でいれますように、そういうふうに思って自分は死ぬんだろうなと思います。だから亡くなった人を送るときには大丈夫、みんなでちゃんと幸せに生きるから、あなたの教えを大切に、これから生きていくから大丈夫というふうに送ります。そして今いる人たち、今生きている人たちはこうやってホッケストックみんなで楽しくやったり、それを支えたり、いろんなことを伝えたり、僕は人が死ぬこともみんなで楽しくやることも何にも変わらないと思ってますんで、どっちも一生懸命やるんですわ。イエイ。弟も今日この後野球の指導と、あと普段 PTA とか消防とか出て忙しいんでそんな、音楽始めてから今まで僕らが時間が経って振り返った感じの曲が One Day という曲です。あの日から変わらずやってて今もやってる、そんな曲を歌いますので、最後カントリーチクルーから最後の曲 One Day 聴いてください。
な貴重なオープニングを任せていただき本当に嬉しいです。もう準備から何から楽しむところから、関わってくださった全ての皆さんにありがとうございます。お葬式に行ってきます。カントリーチクルーでした。ありがとうございました。始まりましたホッケーストック。